瞑想の導入部分は11あると言いました。身体運動、感情発散等々11あります。実はね、残りの5つの方がめっちゃパワフルなんですけどね、今日はちょっとお話ししてませんけど、そして本体の部分も実は4つあるんですよ。だから瞑想の指導者ごとに似ているようなことを言っててちょっと違うのは実はどこの領域のことを言ってるのか、瞑想指導者によって違います。まずは、えー、シンキング、思考だけのがムービングを通して、えー、体、感情、 に行きますねレベル1はセンシング。自分の側が主体で、自分の思考感情身体が脚体、外も脚体。まあ、なんか内側からやってるまる、あ、スポーツ選手はね、えー、運動しながら何とか筋が今伸びてるってこうなんかすごい自分の感覚に研ぎ澄まされている状態がレベル1ですね。レベル2は上から見ている状態。レベル3は主脚が合一して一体感になっている。そしてレベル4は主脚創立。 で例えばビジネスで言えば、主客合一だったら、まるっきり競合だったり、全然違うところが組んだりとか、主客創一だったら過去の常識をとらわれて、えー、例えば、えー、余ってる車がいて、運びたいものがあって、じゃあ、ウーバーだとか。 えなんか自分のチャンネルを作った場合 YouTube みたいにこうビジネスの、えー、そういうインスピレーションって実は34あたりになると起きます。でえー、起きてる人ってなんかね瞑想してるうちに自然と34行ってるんですけどこれを意図的に、えー、34を作り出すのが、えー、平本式の瞑想の特徴です。さあえーぜひね、この 4つのレベル使いこなせるようになってほしいんですけど、まあ、私が言ったように、これね、実は私、カウンセリングとかコーチングね、まあ、すごく得意なんですけど、実は、そのベースには瞑想、今ここ、ゾーンなんです。あの、やっぱりね、瞑想があるかどうかで、コーチングとかカウンセリング、の対人支援が圧倒的に違います。少なくとも相手が何感じるか分かんないけど、もうエネルギーを察知して、質問を変えたり、相手の立場、ポジションチェンジ、タイムラインが圧倒的なんで、 再三言うように、えー、命と瞑想どっち取りますか私、瞑想を取ります。あの瞑想のまんまね、明日死ねるんだったらまだましだけど、瞑想がないまんま120歳まで来たら私はちょっとよっぽど認知症になりたいですね。もうちょっと怖いからなんか意味不明な、徘徊して誰ぐらいの方がましです。まあでも、瞑想してる方が実は長生きする自信はありますけどね。何よりもエネルギーにして。 エネルギー溢れてる。まあ、共同体感覚ね、アドラが3つ。自己自要他者、信頼、貢献感。この3つがあると幸せって言いましたけど、実はそのベースとなるのがさらに瞑想。これね、実は私の師匠の野田俊作先生と同じ考え方です。まあ39年間。まあね、彼の影響は35年ですけどね。そして引き出す技術が効果を待つ。精度がね、増してきます。では次。えー、ということで、何が手に入るでしょうか。まあ先ほどお話したように、できればこれね、自分で、 えー、原理も理解してこれ全部マスターして自分で自分で再現できるように是非是非なってほしいし他の人にもできるようになってほしいんですねあの毎回、えーね、23ヶ月に1回私のところ顔を出してこうやってやるのもいいけど、えー、できれば自分でできるようになってほしいチャンネル登録お願いします次回の動画で会いましょう